の一言言って。じゃあ行きましょう。じゃあ何時から行きますね。深みを見る位置って、こっち、そう。そのまま右足後ろに引きます。で、体前で合わせて、体まっすぐ。体少し前に傾けていきます。お尻クイッと後ろに引いて、手前に合わせて。はい。めっちゃこっちに乗ってますよね。そう、こっちの足乗せていいですよ。で、一番いけないのは、こうなるかな。うん。右足。まっすぐ、ぐっと。キスを締めるべき。そうそうそう。はい、そのままゆっくりしてもらってあげる。お尻を引きながら、ぐーっと、ぐーっと。いきたい。はい、ゆっくり回して。そうそうそう。ゆっくり持ってるね。でもいい感じ、いい感じ。そうそうそう。そこだけ。そう。はい、3。どうぞ、左側のお尻。え、痛いです。痛くないことはない。でも、前よりはちょっとなんかマシかも。そうそう、綺麗になりますよ、なんか。本当ですか？ケツに力がめっちゃいい。いいっすね。お。そう。今ちょっと左手でグラグラするのわかります？うん。グラグラさせて、もうピタッと止める。そう。足の裏しっかり噛んで、そう。一切ぶれない、一切ぶれない。ブレるっていうことは歩くとこのどっかのフェーズで体がブレちゃうんで、このブレの繰り返しで骨盤に歪んでいくんで、この動きの中でブレないような筋肉の使い方を動いていく。覚えさせる体に。8。苦しければ全然マスク取っていいですかね。僕は平気なんで。そういうことで出す。いやー、もっと前なの、これ。そう。苦しい。ケツが苦しい。これで今10回でした。たぶん。きっと。20回分ぐらい。そうっす。おぉ。2。そうっす。3。9。4。素晴らしい。お、聞いてますわ。やべえ、シチ。痛い。逃げてる逃げてる結構。はい、8。あ、グラグラした後に回。9。さあ。次ラスト。せーの、はい、ストップ。5秒。4、3、2、もっと押し上げて、1。はい、立って。はい、OK。痛い。わしづかみじゃないですか。普通かやるじゃないですか。それ聞きますか？違う、僕言った。それ僕言いますだよ、ケツ。ただ掴んでるだけですよ。だよ、うん。大丈夫ですか？はい。あとやりましょう。ここでしたっけ？そうです。じゃあ、反対の方が苦手なんです。こっちの方が足開く。そうですね。ちょっとこっちの方が。外反母趾、これ。ああ、まあ、全然綺麗ですけどね。本当ですか？はい。僕は言うて、この中にちょっと入っちゃってますから。いやいや、でも。同じぐらいですよ。これがちょっと足見ると、うん、こう入っちゃってるんですよね。今、内側にこうやってねじれてるんですよ。うん、内側にねじれてるから、うん、この鋭角になっちゃう膝をカバーするために、このすねが外側にこうバコッと開くんですよ。なんで、ちょっとしゃがむじゃないですか。ここ掴んでおいて、ちょっとしゃがんで、そう。これで、こうなってるのを、そこ、こことここ、しっかり足の指噛んで動かさないと。そこ固定したまんま、こういう動きするんですよ。なるほど、お尻締める。そうそう、お尻がほんまに締まる感じわかります。わかります。で、座骨ってわかります。座骨の辺が、なんか奥の方がキュッて締まってるイメージ。蛇口キュッて締めてる。その、蛇口締めてる感じを作ったままゆっくりしゃがんで。そうすると、座骨ら辺が結構きついと思うんですよね。うん、きつい。そう。